はい、こんにちは、ガンダムです。というわけで、COD のガンダムコラボもね、まあ一通り紹介したと思うんですが、まだね、このガンダムイベント、モビルスーツガンダムレジェンズっていうね、今イベントが来てるんですけども、こちらレベルの方マックスにしました。まあいろんなね、エンブレムとかね、報酬がね、ホワイトベースとかね、ザクヘッドのエンブレムとか、まあいろんな報酬があったんだけど、最終報酬のね、この、キャリバーンビームライフル、こちらの方をゲットしたので、今日は、動画にしたいと思います。こちらガンダム水星の魔女よりガンダムキャリバーンのパーメットスコア8超えのね、あの虹色を表現した、ライフルになっております。日本人だったら大体見たことがあると思うんですが、まあ水星の魔女を見たことがない人ももしかしたらいるかもしれないので、まあ軽くね説明すると、この水星の魔女の、ガンダムっていうのは、まあパーメットっていう、まあ元素的なものがあるんですね。まあそれを、人体に流入することによって、まあこうガンダムを動かしてるわけなんですよ。ガンド技術とか言ったりするんだけど、で、それ、そのパーメットっていうね、まあ、パーメットスコアって言ってね、こう、段階的で、まあ、レベルがあるんですね。こう、上がるにつれて、まあ、人体の負荷が上がっていくんですけど、まあ、このパーメットのこの虹色は、まあ、その最終形態の、まあ、色ですよっていうことです。はい。この虹色のパーメットスコアの表現の仕方はね、まあ、いろいろ諸説あるんだけど、まあ、SD ガンダムの説明書になんか、パーメットスコア8超えみたいな風に記載があったので、まあ、それが一応正しい、名称なのかな。はい。はい。こちらがその、LMG ですね。非常に鮮やかな虹色となっております。はい。かっこいいね。ステッカーもね、水星の魔女のものをつけてるんですけども、ちょっとね、非常に残念なポイントがあります。はい。これです。今回のコラボバンドルは普通だったらこういう風にね、まあビームライフルだったらビームライフルのような色合い、ピンク色と、まあ銃声もね、実銃の音ではない、ね、サウンドも変更されるんですよね。エアリアルのライフルもこういう風に、ね、水星の魔女のまあ、青色のビームライフルっぽいような、武器に変更されるんだけど、このね、イベントのね、最終報酬は、変わってない。変わってないんだよ。ビームライフルって書いてあるのに、このまま COD の元々の LMG のサウンド、エフェクト、そのまんま。これはちょっと残念ですね。いやー、まあ、まあ、無料イベントだからなのかな。ちょっと残念。ちょっとまあ、色合いは非常にね、パーメットスコアの色はいいんだけど、ちょっとね、これは、ガンオタは許しちゃくれやせんよ。この LMG も水星の魔女のね、まあ、青色のビームライフルの色合いになってくれてれば、非常にテンション上がったんですけどね。ちょっとね、これはね。はい、やっていきましょうか。いやー、いいね。いや、色合い自体はね、デザインはめちゃくちゃいいんだよ。ね、なんか、エンブレムいっぱい貼ってるせいで、なんか、いたしゃみたいになっちゃってるけど、今回はこれでやっていきましょう。で、今日はね、ちょっと、まあ、動画のね、テーマを変えてやろうかなと思うんですけど、まあね、ここ最近のこのガンダムコラボ動画はさ、なんか、モノマネ実況じゃないけど、ね、うん、ちょっと、自分ではね、うん、ちょっと頭おかしいなと思いながら動画撮ってたんですけど、まあ、なんかね、テンションがバチクソ上がってる、なんかモノマネ実況みたいな感じに、おぉになってると思うんですけど、今回は、まあ、僕がなぜこんなにガンダムを好きなのかっていうところもちょっと話しながらやろうかなと思うんですけどね。でね、遡ることを僕がまだこの世に生まれて、3年目ぐらいの時の話なんですけど、まあね、全然まあ僕自身あんま記憶はしてないんですが、お父さんがね、まあガンダムを好きだったんですよ。まあ好きって言うても、もう超ガンダムオタクっていうほどではなくて、まあね、お父さん世代だったら、まあ割とこうガンダムっていうのは割と好きな人が多い、作品だったから、そこそこにまあ普通に好きってぐらいだったんですよね。で、そのお父さんに初代ガンダムですよ。本当の、あ、一番最初のね、古い、本当のガンダムを、見せられてたらしいんですよ。3歳ぐらいの時から。まあ僕自身全然記憶にないんで、もう、んって何のこっちゃって感じなんですけど、まあそれぐらいの時からガンダムを見せられてて、まあキャッキャしてたらしいんですよ、僕自身。だからね、その物心つく前からガンダムを
見てしまっていた、見てしまっていたって言ったらあれですけど、見てしまっていたせいで、まあ、なんでしょう、もう、物心ついた時点ではもうすでにガンダムが好きな状態だったんですよね。だから、なんだろうな、なんで好きになったかっていうのは、僕自身ではよくわからない。なんかもう、生まれた時からね、記憶してる段階ではもうすでにガンダムを好きな状態だったので、なぜ好きになったのかっていうのは、ちょっといまいち語れないところではあるんですが、まあその3歳の頃にお父さんに初代ガンダムを見せられてしまったせいで、まあこんな感じになってしまったというわけですね。まあそこからはもうね、まあ大体4歳ぐらいの頃からもうガンプラを作り始めてたんですよ。まあちっちゃい SD ガンダムっていうね、なんかまあちっちゃめなガンプラとかもあるんですけど、まあそういうのを作り始めてて、まあガンダムをあらかた見て、で、ガンプラもあらかた作って、今までガンプラどれだけ作ってきたかっていうとね、まあそれはね、あの動画に一応してあるんですけどね、実家のガンプラ部屋。まあそれでもね、結構壊したり、だいぶなくしてるんで、まあ10分の1か20分の1ぐらいの量しか今残ってないんですけど、まあ軽く、300、400?400 薄かな、わかんない。でも、これぐらいいってんじゃないかな。でも、大体のね、ガンプラは持ってたんですよね。大体持ってた。まあそれが大体高校卒業するくらいまでは続いたのかな。うん。まあそこからね、あの COD とか、いわゆるオンライン FPS の方にのめり込んでいって、まあ一旦ガンプラっていうのは自分の中でちょっと落ち着いた感じにはなったんですよね。はい。いや、強いな、この武器。やはり、パーメットスコアのおかげかな、これはな。うん。で僕が小学校1年生の時かな?で、そのあたりに、まあ、最近映画も公開されて話題になりました。まあ、ガンダムシードっていうね、作品が始まったところかな。だから僕の世代って言われると、そのガンダムシードって言われる。まあ、平成になって新しく作られたガンダムなんですけど、まあ、それから入る人が一般的。ガンダムシード世代みたいな風に言ったりするんですけどね。だから僕もガンダムシード世代なんでしょみたいな風に思われるんですけど、僕がね、入ったのはね、3歳の頃からの、 あの初代ガンダムからなんで、だから、まあ、おっさん世代と話が合うというかね、シード世代ではないっていうね、実はね、うん。だからね、僕がそのガンダム系の動画でセリフがポン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 出てくるのはですね、まあ、本当に多分ちっちゃい頃から見てしまったせいで、なんでしょう、僕のこの言語ノートの中にガンダムのセリフがデフォルトでね、備わっているという感じだと思うんですよ。もうそのデフォルトの初期ステータスにガンダムのセリフが搭載されているような状態になってしまったと。でその後も、まあ、ガンダムを見すぎるせいで、おそらく教科書よりもガンダムばっか見てたから、ビームサーベルだと、学校の授業よりも、まあ、そのガンダムのセリフの方が残ってしまってるっていう感じですかね。はい。まあ、これがいいのか悪いのか。まあでも父さん今、そのおかげで仕事になってるかもしれん。ちなみに僕のお父さんは僕の YouTube をね、一切見てないらしいんで、うん、おそらく、こういうガンダム動画も、まあ、バレてはないと思うんですけど、よく聞かれる質問の一番好きなガンダムは何ですか問題ですね。あ、これは言うとね、まあ、非常にね、その、ガンダム勢はね、まあ、いろんな派閥というのがあるんですけどね、なんか、その、ね、オルタナティブ世代だとか、なんか、ファースト世代とか宇宙世紀派とかいろいろあるんですけど、まあ、僕はどっちかっていうとその、ね、初代から入ったので、まあ、その宇宙世紀っていうね、まあ、初代ガンダムの世界観の、作品が好きで、まあ、やっぱり初代ガンダムかな。ガンダム作品の中で、まあ、初代ガンダムが一番やっぱり完成されてると思いますね、やっぱり。ね、これから見る方はぜひ劇場版3部作っていうのがあるので、まあ、そっちをお勧めします。アニメはね、50話でちょっとね、大変だと思うんで、劇場版3部作をぜひ、見てほしいなと思うんですけど。いや、やっぱりね、その初代ガンダムっていうのはね、もともと、まあ、富野監督が、まあ、本当は初代で終わらせるつもりだったんですよ。だから、まあ、初代ガンダムが本当に綺麗に、まあ、終わってる作品で、まあ、その後ね、まあ、いろいろね、大人の事情で続編がどんどん作られて、後付け設定されて、まあ、なんか、ね、ずっと続いてるわけなんですけど、そのガンダムの世界観、まあ、その人類が宇宙に行って、どうのこうのとか、ニュータイプの可能性とか、ね、まあ、その辺が綺麗に、まあ、まとまって終わったのは、やっぱり初代ガンダムだなとは思ってて、
まあ、だから、初代ガンダムが一番好きですからね。うん。これね、喋り続けるとね、まあ、軽くもう数時間は喋ってると思うんで、まあ今日は軽くにしておきますけどね。まあ、あとはジオリジン、まあ、ガンダムのジオリジンっていうのが、まあその初代ガンダムの前日譚にあたるストーリーなんですけどね。まあ皆さんガンダムといえばアムロとかシャアとかいると思うんですけど、まあアムロがまあ初代ガンダムの主人公で、でシャアがまあいわゆるライバルキャラ、ね、まあ、アムロの敵になるキャラなんですけども、まあ、そのシャアに視点を置いたのがジオリジン。で、このジオリジンっていうのはね、まあ、ちょっと、その、本編、アニメ版とは監督がね、違うんですよね。富野さんではなくて、その、作画を担当してた安彦さんが、まあ、手掛けた作品で、まあ、ちょっとね、アニメ版とは少し少々、設定がね、異なったりとか、ストーリーの展開も違うので、まあ、昔のガンダムファンからは、ちょっと好きじゃないっていう人もいるんだけど、まあ僕はね、なんかガンダムを知らない人に向けては、すごくわかりやすくて、まあ納得のいく解釈ができてる作品だと思うから、まあすごくジオリジン進めてるんですけどね。やっぱこのジオリジンと初代ファーストの映画、三部作が、まあすごく好きですかね。はい。なんか試合終わったな。べちゃくちゃ喋ってた試合が終わりましたね。まあ、僕がなぜガンダムを好きかっていう動画でしたけども、全く、キャリーバーンの武器には触れてませんが、まあ、ね、全然ね、ビームライフル感はないので、ちょっと残念ではあるかなっていう。ちょっとあんまテンションが今日は乗らなかったので、なんかセリフ喋ったりって感じではなかったですね。はい。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい、僕のガンダムコラボ動画はぜひ、動画のエンディングに貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。勝利の栄光を君に。